いやになるんですけど、まあ、どこまで戻すかっていうことが、まあ、基本的に、ここに書いてある通り、2段目にちょっと見てほしいんですけど、バイロン・ナハのチャンス、この琉球新報のこの2段目に牧師公中って書いてますよね。見えますかね。すごく歌うには言葉がものすごく大切だと気づき、沖縄芝居の牧師公中さんの芝居のテープを聞くと、はい、はいはい、牧師公中って書いてますよね。皆さん分かりますか。見えました。はい、じゃあちょっと聞きたいんですけど、あなたはお名前何とおっしゃるんですか。花田と申します。花田です。花田さん、はい、あ、大和の方、はい、あ、うん、松戸かしくもおっしゃるんですけど、あなたは目が良くと、お名前サイドヒア大和の方あ、前のおね、あ、お宅は東屋です徳之島、沖縄やぶだ。そちらは義母です。義母さん、あ、ブラジルです。インターナショナルだな、今日は。お宅はカイです。カイ、カイ、大和のカイですね。あ、上原です。うちな、あ、洋服はいや、何、中学校どちらオロクです。オロク中、オロク中がこうだった。じゃあ沖縄村育ちよね。はい、うん、まあ、女性に年を聞いたら失礼だと思うけど、でもここは大学だから別に大丈夫よね。22歳、はい、うん、マキシコ中という名前聞いたことありますか。マキシコ中、あ、はい、ビデオで、ビデオで、ビデオ予習しました。予習した、バイロンさんの予習しました。あ、そうなんだ、はい。じゃあ、それを予習する前は全く全く知らない、はい、名前も聞いたことない。名前聞いたことないです。何をしてる方だと思います、マキシコーチューさん。マキシコーチューさん、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 ペルーから、タマグスク、中学校タマグスク中、お名前は棚原さん。マキシコーチューという名前聞いたことあります。ない、はい、もうないです。どちら、広島、中学校どちらです。北中、北中コスクチュー、親も近いね。うん、おいくつですか。23歳。マキシコーチューという名前聞いたことあります。ない、まあ、多分ほぼ全滅だと思うけどね。あなた中学校どちら。あ、日本から来た。中学校どちら。あ、伊藤高見に中学校ってある。あ、そうね。マキシコーチューというのも聞いてもらえないよね。まあ、あとみんなそれ聞いてもまあ一緒だと思うけど、はい、皆さん、マキシコーチューという方はですね、もう沖縄を代表するあの芝居役者なんですよ。で、今現在88歳でもうちょっと入院なされてるんですけど、で、まあ、昔は結局テレビ、ラジオが、ね、普及してない時代はもうエンターテインメントっていうと唯一はもううちの芝居でした。その時代もスーパースターだったの。だから今の本当スマップぐらい、キムタクぐらいの人気があります、本当に。うん、もう信じられないかもしれないけど、だってテレビもラジオもインターネットもない、携帯もないって考えて想像できる。テレビもラジオもインターネットも何もないんだよっていう時に、もうなんかやっぱり何か見たいさ、このエンターテインメントというか映画というか、なんかその音楽というか聞きたいさって言ったら芝居しかないわけよ、その子のうちにあったら。で、芝居を見に行って、芝居で一もうなんか有名な役者、芝居で一番輝いてる役者っていうのがやっぱり今スマップとかね、ああいう風な芸能人だと考えられますよね。で、まあ、マキシコーチュー先生からも聞いてるんですけど、それがものすごい有名でした。なんだけど、まあ、分からないということ自体、ね、今20代から、まあ、ほぼ分からないと思うんですよ。ということ自体、うちの口が分からないから、沖縄芝居っていうものもやっぱり今衰退している現実がここにあると思います。で、でもね、マキシコーチューさんの孫は結構分かると思うよ。
コッコってわかります？コッコ。コッコわかる？コッコわかる？あなた。トカシ君はコッコわかる？わかる。コッコって何ね？コケコッコ？シンガー。あ？シンガー。シンガー。シンガーってミシンね。歌う人。ああ。そのコッコ有名よね。コッコのおじいちゃんなんですよ実は。で琉球大学で講師としてあの狩野先生と一緒に出された時に、で牧師先生コッコのおじいちゃんなんですかって生徒が聞かれたって、うん、ね、そしたらコッコ、コッコ何の何の鶏の意味がポケコッコなのっておじいちゃんが分からなかったっていう、ね、勝手に有名になったみたいです。だからもうなんていうの、国交はどれだけの牧師校長は分からないっていうのが、もう皆さんの世代と思うけど、逆に50代以上の人に国交分かるやったら分からないんですよ。本当に国旗国交しか分からないんですよ。でも牧師校長っていう名前は分かるんですよ、50代以上の人は。ここではっきり線を引っ張るというよりも40代ぐらいからかな、うん、もう沖縄を感じる線が、もうその辺も皆さんこれから、でもしあの沖縄のまあ近現代史というか、それを研究なさるんだったらぜひ面白いと思いますよ。言語がどこの辺で切れていってるかっていうことを研究する上では。というので僕は牧師校長先生に実はあの幸運なことに直接うちの口を習うことができました。で、じゃあどこまで戻すかっていう狩野先生とのもいろんな意見を戦わせたこともあるんですけど、牧師校長先生が日常話しっていう言葉に僕は戻したいなと思います。今、現在88歳。88歳の人たちが喋るようなうちなうちで、彼は那覇の言葉、そう、那覇の泊まりって分かるよね、あの近くです。で、生まれ育ちましたというので、まあ、那覇の言葉なんだけど芝居やってるからやっぱり修理の言葉も入ってきますね。修理と那覇の言葉が混じった芝居言葉っていうのがこれ沖縄の中で共通語的になっています。それがまあ、うちなうちと皆さんが言われるうちなうちというのはそれのことを指しています。なんだけど、まあ、その共通語っていうのは僕はあまり好きではなくてね、それぞれの地方にの言葉を大切にしていった方がいいんじゃないかな。で、僕はうちの一応講師としてあちこち教えてるんですけど、とりあえずあっちの言葉、こっちの言葉って教えたりとかの勉強したら、もう大変さはね、一人で何十カ国語を勉強しないといけないぐらい大変な労力が必要なんですよ。だから僕は芝居言葉と決めて、まあ、マキスコーチ先生の言葉それを決めて、いわゆるまあ共通語的なうちなうち芝居言葉っていうものを僕は日頃教えています。なんだけどそれを押し付ける気持ちは全くありません、ね、で例えば、高見の城、糸満市どちらですか、ご出身は。糸満の豊原、まあ、やるよやるですかね。まあ、高峰とりあえずね、高峰っていうあの村はある。村があった。あった。で、なんていうあの集落の名前は。今あなたが住んでる、いや、あの生まれ育ったところ。生まれは西崎です。西崎海さんあれ昔ね。いや、その後。糸満も。まあまあいいよ。まああまりすごくしたらちょっと深くなるんですよ。まあ、糸満の言葉ね。糸満の言葉はやっぱり首里那覇と違います、言葉が。ね、例えば、鬼、まあ、これも士族とまた平民というふうに変わってくるんですけど、士族の言葉で、お兄さんという時には、やっちと言います。で、平民、いわゆる百姓の階級なんですけど、平民では、アフィーと言います。アフィーなんだけど、糸満ではアッピーと言います。というふうに違いがありますけど、まあ、もっと上げればキリがないんだけど、とりあえず言葉が違って、結局じゃあ糸満に行って糸満市で失う口を出したときに、でこっちはアッピーアッピーとかっていうことを教えていって、糸満のことを勉強したら俺も大変さね。とりあえずうちの口講座として首里那覇の共通語を教えるんですよ。で